2001年市販車のフルモデルチェンジに伴いインプレッサ WR カーは新型へと切り替えられた外観から見れば2ドアボディから4ドアボディへという大変更ではあったが基本的なコンポーネントは実績のある先代モデルから多くを引き継いでいたしかしこの年のインプレッサは振るわなかった中盤 インプレッサが得意とするミホソロ主体のラリーを中心に副長し第10戦ニュージーランドでバーンズがようやく初優勝を飾ったが結局このシーズンインプレッサはこの1勝で WRC を終えたのである翌年第3戦のツールドコルスに登場した2002年版インプレッサは乗用域でのトルクを向上させ 軽量化と高剛性化が図られていたドライバーにはトミマキネンを迎え入れソルベルグとの二大体制でタイトル獲得を目指したしかしこの年のインプレッサもソルベルグがランキング2位となったもののタイトルダッシュはできなかったこれに危機感を抱いたスバルは思い切った手段に出た デビュー後2年しか経っていない GD 型インプレッサのフロントマスクを完全に変更してしまったのであるこれは空力特性の向上が最大の狙いで合わせてリアウィングの形状も改良されていたこの外観をまとった2003年型ダブルアルカーは以前にも増して中低速のトルクが太くなり コーナーからのの立ち上上がり時のピッックアップも向上していたこうしてインプレッサは息を吹き返したこのマシンをドライブしたソルベルグはシリーズ14戦中4勝を記録念願のドライバーズ選手権のチャンピオンを獲得したのである一方過去4度の世界チャンピオンとなったマキネンはこのシーズンを最後に 17年間の現役生活を終えることを決意2003年型インプレッサ RR カーは彼の最後を飾った記念すべき車両となったのだ